野本将軍塚古墳は埼玉県東松山市の野本地区に、あ、原村長115メートルを測る前方公園墳である。築造年代については、研究者の間で位置づけに100年以上の差があり、謎の多い古墳とされていたが、2017年の調査で古墳時代前期の4世紀後半の築造と判明した。別名野本一号墳。 時川が形成した広い中石地に張り出す松山、大地線端部に南面して築造された、野本古墳群中最大の前方公園墳で、行田市の双子山古墳、東海山古墳に次ぐ大きさを誇る。周堀は確認されていない。墳球の発掘調査は行われていないが、昭和53年の墳町におけるボーリング調査では、墳町下1.2メートルに、 歴格と推定される埋葬施設の存在が確認された。公園部分庁に、都市人神社、前方部に、日露戦役中根碑が立つ。築造年代についは、研究者の間でも、古墳時代前季節、中季節、後季節と、その位置づけに100年以上の差があり、謎の多い古墳とされていた。2017年に、東松山市教育委員会と、 早稲田大学考古学研究室が共同で3次元分球測量と地中レーダー探査を中心とする調査を行い、隣接する五両遺跡や反町遺跡が最も活性化する古墳時代前期に築造された可能性が高いと発表した。行田市の埼玉古墳群は古墳時代後期の築造と考えられているため古墳時代前期に築造された。 野本将軍塚古墳は、当時県内最大の古墳であったことが伺える。大がかりな調査が行われたことがないため、築造年代をめぐり論争が行われている。金井塚良一は、墳丘から採取した土器を根拠に5世紀後半から6世紀前半の時期を考え、武蔵国作りの乱は、引き地域と行田地域の騒乱と考えた。これに対して、天県は、 埴輪の樹立が確認されていないことや、紛糾形態などから四世奇説を唱えた。時川を挟んだ南側の低地帯で発掘が進んでいる、ソリ町遺跡からは、古墳時代諸島の水晶玉生産工房を含む、数多くの住居跡群が発見されている。この遺跡は出土品の質、量から、野本将軍塚古墳の背景となる遺跡と考えられるため、 最近では前期古墳説が有力となりつつある。その後、2017年に三次元地形測量調査により、古墳時代前期の4世紀後半の築造であると認められている。文化財講演会 3D 技術で迫る将軍塚古墳の謎講演資料東松山市2018年9月29日閲覧シンポジウム野本将軍塚古墳の時代 東松山市、2018年9月29日閲覧。シンポジウム、野本将軍塚古墳の時代、古墳に興墳協会、2019年1月3日閲覧。ありがとうございます。